有馬富士公園パークセンター、兵庫県立有馬富士公園は、兵庫県三田市にある都市公園法に基づき2001年に設置された、兵庫県立の広域都市公園で、兵庫県内では最大の都市公園である。阪神間の広域、多様化するレクリエーション需要に応える目的で2001年に開園。公益財団法人兵庫県園芸、公園協会による管理。 三田市、人と自然の博物館、三田市教育委員会、兵庫県園芸、公園協会によって構成される、有馬富士公園運営、計画協議会が設置され、みんなで作るふるさと公園をテーマに、兵庫県民とのパートナーシップによる公園づくりを行っているのが特徴。特に、日本有数の自然、環境系博物館である、兵庫県立人と自然の博物館による、運営、 計画への参画により、充実したプログラムが展開されている。自然体験や、生物の観察ができる棚田、鳥の道、林、水辺、草地の生態園や、かやぶき民家が置かれる。開園後に整備が進み、2005年4月には、三田の民話に基づく創作誘育施設である、遊びの王国が、完成。2007年5月には、休養ゾーンが、開園。 2009年3月には、第一区区域全体が開園した。園内は、施設内容等により3つの像に区分されている。キッピー山のラボ内ジャンボクワガタツヨシくん。ありがとうございます。